に窓を開けたら、急にものすごい吠え出しました。どうやら外にとんでもない悪党たちがいたようです。しかしこのかっこいい後頭部なら問題ないでしょう。どんな悪党でも逃げ出すに違いありません。久々に窓を開けたから興奮したのか、外を確認しましたが、誰もいませんでした。プリにしか見えない何かがいるのか。隣のアパートの上にカラスが止まっていましたが、明らかに目線が違っていました。番犬のお仕事の練習だったのか、それとも霊的な何かを感じたのか、この後もしばらく吠え続けていました。